皆さんこんにちは。皆さんはシグウィンの正体をご存知でしょうか？実はここのキャラから情報がもらえます。私にもシグウィンみたいな体があればよかったのにな。それとも、やっぱり水の下に行こうかな。私が言った水の下は、シグウィンがお仕事をしてる場所のことだよ。シグウィンは私たちの仲間だけど、見た目がもっと人間っぽいんだ。シグウィンはマレショーゼファントムの仲間たちが医務室にお茶を飲みに行っても歓迎してくれるけど、あっちで長期間仕事するのは、お医者さんにでもならない限り、あんまりお勧めできないんだって。病気や怪我をした人たちの世話をしてるんだ。そうだ、まだ知らなかったかもだよね。メロピデ要塞はたくさんの人が毎日真面目に働いて規律正しい生活を過ごすいい場所だよ。エルファネ先輩から聞いた話では、住民たちはメルジーヌのことが嫌いかもって。でもまあ、お客さんは人間だし行っても大丈夫だと思う。ということで、シグウィンはメルジーヌで確定。4.1 実装のリオセスリがメロピデ要塞の管理者。4.1 では登場しそうですね。ということで、シグウィンについての動画でした。他にも情報あれば教えてください。確かに、そこまでケモケモしてないから。だいぶ人間っぽい見た目してますね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。